稲垣万次郎稲垣万次郎から1908年11月25日は、明治時代の日本の外交官、著書で南進論を唱えたことで知られる。非全国松浦郡平戸出身。父親は、平戸藩士で同藩勘定奉行を務めた天野早森。藩立学校維新館、鹿児島市学校等を経て、1882年、東京大学文学部に入学。 翌年東京大学明治16年事件に巻き込まれて英国ケンブリッジ大学ゴンビルキーズカレッジに留学、ジョン・ロバート・シーリーに指示する。大学では日本人クラブを設立し、英国紳士のマナーを研究した。また、大学の理事会を説得し、日本人の入学試験からギリシャ語を免除させた。卒業後、学習院、高等商業学校の職託教授となる。 1891年に創立された東方協会で外務省に入り社務国に赴任するまで幹事長を務めた。1897年3月、在社務国弁理講師、1903年度、特命全権講師。1907年には在スペイン特命全権講師となったが翌年に、 認知マドリードで病死した。墓は長崎県平戸市にある。また、シャム公子時代には発掘された釈迦の遺骨の一部を日本に贈与してもらえるう国王に嘆願し、受け入れられた。そのためこのフッツシャリを収めた名古屋市の格王山日タ寺にも稲垣の墓が設けられている。近代日本における地政学的思考をした人物として、 南北シーレーンの確保による海洋国家としての日本の進路を提唱したと評価されている。ありがとうございます。